ゴールコンダ城ゴールコンダは南インドのテランガーナ州ハイダラーバード県の都市。旧市街地でもある。都市名は羊飼いの丘を意味する。かつてはゴールコンダ王国の首都として栄え、16世紀末に近郊のハイダラーバードへと遷都された。現在ではゴールコンダ城を中心とした市街地は廃墟となっている。 また、この都市近郊のゴルコンダ鉱山から多数の有名な宝石が採掘されており、コーヒヌール、ダリアアイエヌール、ホープダイヤモンドなどの宝石が産出されている。18世紀にブラジルなどの鉱山でダイヤモンドが産出されるまでゴルコンダ鉱山は唯一の主要鉱山であった。マハラジャラが産出された石を加工させ、宗教的意味や、 権威の象徴として使用、ムガル帝国時代に、訓断技法などの加工技法も成立し、意装が多様になり、ムガル帝国崩壊後はこれら宝飾品などの多くが、散逸した。ゴールコンダ城ゴールコンダ城に訪れる観光客13世紀、ゴールコンダは、デカン地方南東部を支配したカーカティアヤ町の支配下にあったが、1323年に、トゥグルク町に滅ぼされ、 1347年に、同王朝から独立したバフマニー朝の支配下に入った。1518年、テランガーナー大使のスルターンクトゥブ・クリーンシャーは、バフマニー朝から独立し、ゴールコンダを首都にゴールコンダ王国を建国した。ゴールコンダ城は強化増築されてゆき、都市は王都となったことで発展した。歴代の王の王母もまた、 ゴールコンダ上近郊に建造された。1589年、ゴールコンダ王ムハンマドクリークツブシャーは、ゴールコンダ近郊のハイダラーバードに戦闘を決め、1591年に、その地へと戦ンした。だが、ダイヤモンド産地であるゴールコンダは、ゴールコンダ王国に莫大な富を供給し、出関するターン朝の中でも、最も王国は裕であり、海外にまでその名声は響いた。 また、オーラは普段は、ハイダラーバードの宮殿で暮らしたが、戦時にはゴールコンダへと逃げて牢上した。1687年、ムガル帝国のアウラングゼーブは、ゴールンコダを包囲し、数ヶ月に及ぶ攻防戦の後にゴールコンダ城は陥落し、王国は滅亡した。ゴールコンダは、ムガル帝国軍に徹底的に破壊されたために、その市街地は廃墟となり、 1724年にニザーム王国が建国された後も復興されることはなく、現在はゴールコンダ城を中心に歴史的な遺産として保存されている。ありがとうございます。